ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンでは待望のタイトルジェネレーターが実装されました。この機能で何ができるのかご紹介します。ケイロスにタイトルジェネレーターを搭載したことでテキストのリアルタイム編集ができますので、速報テロップなど突発的なニーズにも応えることができます。それでは実際にケイロスクリエイターで機能を見ていきましょう。タイトルジェネレーターにはクリエイターのホーム画面ミキサーからペインターをクリックしてアクセスできます。ケイロスではグラフィックス1とグラフィックス2、 2つのタイトルを持つことができます。グラフィックスは GFX シーンという特殊なシーンを作成し、それを GFX 1、2にアサインすることで使用することができます。 GFX シーンはキャンバス上にグラフィックスオブジェクトをレイアウトとして作成します。タイトルの作成は画面をコントロールからエディットに切り替えて行います。テキストを追加してみましょう。編集する GFX シーンを選択し、キャンバス上を右クリックで表示されるメニューからテキストを選択します。新しいテキストに名前を入力すると画面に New テキストという文字が現れます。タイトルジェネレーターはそれぞれの構成要素を一つのオブジェクトとして扱います。そのため番組内でこのコーナーだけショルダーテロップのデザインを変えたい場合、シーンを複製してオブジェクトを入れ替えるだけで簡単にできます。パラメータービューパネルでは先ほどのテキストに対しテキストの変更、文字の大きさやフォントの変更、文字の色やグラデーションの設定、文字のエッジとドロップシャドウの設定などが可能です。また、右クリックメニューからは他にも図形の作成、矢印の作成、画像の読み込みなどが行えます。このようにケイロス単体で高品質なタイトルやドロップの作成が可能です。 IP をベースにしたケイロスはコントロールやクリエイターなど様々な方法でコアにアクセス操作できることが特徴です。ですのでスイッチャーとテロッパー2名のオペレーターが1つのシステムで同時に作業することも可能です。ご覧いただいたように、今回のバージョンでライブ映像制作の現場で求められる多くの機能を実装しました。進化し続けるケイロスにどうぞご期待ください。ケイロスの様々な機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。Panasonic